ケース結局あるんですか。結局こうなる。すいません、もうみんな仕事し始めたんで。どうもピュアチャンネルです。いいね。どうもヘイピュアチャンネルです。もうフロント張ってるからもうあっちはあやとのケイさんにお願いしようみたいな感じなんですよ。そういうことか。ハサミで切るな。慣れやんことやったな。俺はやだ。ケイさん絶対勝ったんすか。うん、勝った。あのフィルムさ、角切るときだけは、はい、ハサミ使うけど。編集ここ。はいはいはい。こっち側。こっち側。この辺でいいですか。よし。離しますよ。あ、ごめんなさい。ケンちゃんはやっぱり一応入れれんだね。そうね。あ、何があんなんやろ今。あ、そうか。そう、参考こういうのがあるか。何があんか。どうかな。声がなくなったけど真剣にや真剣にじゃないですか。いや僕も悪いなと思って今黙って撮影しましたけど。いや思いのほかちょっとかなり汚れてた感がありますね。そっちの問題ですね。そういうことです。みんなが黙々とやってるってことですね。あれって全部仕事ですか。いや、半分ぐらいは自分のっす。溜め込んじゃうんですね、編集長。あの、何でも持っときたいタイプなんで、あの防災用品まで入ってるんですよ。なんかさっき、なんかガムテープがあるみたいな、あるよみたいな。とりあえず何でもある。とりあえず何でも入ってるんですよ。ただそれがどこにあるかがわからないっていう。それじゃ意味ないやん。最近あの車の中で探しているのは、あのオーバーフェンダーのビス止め風のビスの頭が行方不明なのと、飾りの、そう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 、あとあの検電テスターもうどっか行きました。道具なくしちゃダメ。どっかに入ってるんですよ。だって同じ車かなっていうぐらい荷物の量ちゃうすもんね。いやそうなんですよ、狭いんですよあの車。狭い。昨日2台で来るのが1台になった瞬間に荷物を乗せ始めて、はい、乗るのかなこれっていう。ケイさんはあんま持ってないですもんね荷物ね。でも前は仕事ホンダのライフだったんで、
じゃあ倍ぐらい荷物積めるじゃないですか。今度広くなったから絶対いいよって思って乗ってるんですけどね、もういっぱいになりました。その荷物がいっぱいになる広くなったら逆にダメなんですね。ダメですね。何でも乗せちゃおうとするから持ってないと心配だからああなる。まあまあインパクト2個あるしブロワーも入ってるし腰袋あるし、なぜかバイクのヘルメット入ってるし、防災用品、椅子、水で、水は10リッターと飲み水が1箱。車中泊されてるんですか住んでるぐらい入ってるんですよね。すごい。あ、もうほとんど分かんないです。だから今逆光気味なんで全然分かんないです。なんかもうカメラで見ると UV カットフィルム貼ってるみたいです。そうだね、 UV カットフィルムなんで。 UV カットフィルムですね。 UV カットフィルム、 UV カットフィルムですよ。いいね、やっぱ UV カットフィルムって。いやー、この UV カットフィルムいいですよね。いいね。だから熱くないですよ。荷物量で言ったら負けてないと思うんですよ笑えるぐらい持ってるから、そんなに持たなくていいよっていうぐらい。いや、あの、そうなんですよね、絶対。いや、いざ何か災害が起こった時に水って絶対必要じゃないですか。水入れるじゃないですか。僕ら水害にあったっすからね。こうビニール袋とかも必要になるじゃないですか、はい、入れるじゃないですか。そしたらなんかティッシュとかもいるよなと思って、あの売ってるあの6個ついてるやつあるじゃないですか。あれ1個入れて、そう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 。であとあのよく防災グッズって1万円ぐらいでこうリュックにいっぱい入ってる、あれも結局乗ってる時は基本1人2人なんで2人分のやつを入れてそれは1個じゃなくちゃんと2つも、ちゃんともしかしたら2人で乗ってるかもしれないっていう。そうですね、我々どこへ行っても同じ家ですね。え絵面が同じですね特にこれしかないてかこれのチャンネルなんですけどね元を正すとけどこのつなぎなんか今あのその壁と同化してるんです同化してる同化してるんですちょっとこう白いつなぎ、この時代遅れなダサい感どう、つなぎちょっとクリームがかってるのがいいですね。昭和の修理工場みたいな。いや、昭和の修理工場ってもっと白い、白かったそれこそこのネーム入れやがったんですよね、そのオレンジ色で。そうですね、このあれ、1文字58円ですよ頼んできましょうか持ち込みはやってくんないよ。あ、どうですか、頼めばいけるかもしれないですよ。いいよ俺は日野にやらせるからこれあのビバホームですか。ビバホーム最近あの大体行くとこなんてワークマンかビバホームか2択なんで、私服買うのにもねワークマン行ったりするから、ね、あむしろ全身ワークマンの時とか、まあ、今現状は上着だけビバホームです。じゃあ下はワークマン、上はビバホーム。ビバホーム、あー中に着てるのはこれ多分ユニクロかもしれないですそのナフだけ似合う、詐欺師が作れる詐欺師って言われるっすよねこっちの俺の掃除が甘かったね。
くないですか。大きく、まあでもこれちょっとぐらいですか。僕にくい。俺この前動かないときは水をたくさん入れろって教わりましたよ。躊躇なく霧吹きで吹けって言われました いいっすね、はい、透明です。 UV カット、 UV カットですからね。いいね、綺麗で、ありがとうございます。全然いいな、 UV カットする、 UV カット見るんですよし、戻しちゃおう。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれて